結構音がいいですね、これ。6000円ぐらいなんですけども。なんかね、3万円ぐらいの音引きを取らないですね。このヘッドホン、YouTuber さんが絶賛してたんで買ってみたんですけども、最近ね、正確な情報を取ろうと思うと、しっかりと発信してくださってる YouTuber さんの選別が大事ですよね。で、企業案件じゃない人。これも大事です。企業案件で来ると、やっぱりね、その商品を応援する、まあ、動画になっちゃうんですよ。 まあですので、素直に買ってみたらよかったみたいなね。そんな動画を探すことに最近は <laughs> まあハマっております。えー、今日の事件はね、ナミさん。あの、イーサリアムとビットコイン。体の間もそうなんですけども、イーサリアムが値段をね、めきめき上げてきて、私はね、イーサリアムは100万円になるまではまだ安いと思ってるんですよ。ですので、ここから倍になると思います。いつまでに。今年中です。あと1ヶ月ぐらいで、イーサリアムが100万円になると思うんですよ。 で、悪くてもね、70万、80万に落ち着くと思います。私はここで全決済しようかと思うんですよ。で、もともと2万、3万ぐらいで買ったイーサリアムです。え、そして、一番高値で買った時でも、十数万円の時買ったんですよね。これが今年なんですけども、最後の仕込みと思って、20万を突破する前に、まあ仕込んでいったんですけども、これね、動画でもお話し,しましたけどね、これがやっぱりブレイクしましたよ。イーサリアムは一時期2万円前後ぐらいまで落ち込んだわけですけども、その時に、 しっっかかりと仕込めたたのが、ラッキーだったですか、ねうん、えそしてですねあの例の案件えー、あの J コスメ J コスメの案件で暗号通貨を買った人はイーサリアムがサービスで付与されてると思うんですよねこれ多分忘れてる方が多いんですけどもえっ、ー、とブロックチェーンネオかなんかのねアプリの中に入ってるんですよ何だったかな忘れましたけどもどのアプリだったか忘れましたけどねちょっとすいませんどのアプリだったか忘れました えっと、ブロックチェーンか。多分ね、これじゃないな。えっ、ー、と、待ってくださいね。どれだろうこれだ !HB ウォレット !HB ウォレットってのがあったら、多分この中にね、直接付与されてるんですよ、これ。多分これですね。これ。JB コインってあるでしょ ?JB コ,コインも、あの、報道によると、なんか復活するらしいんですけどもね。 予想よ、新たに。で、この中にイーサリアムが入ってたんで、これをね、私は、あのー、コインチェックに移行したんですよ。もう全部出しちゃったんで、今ね、1755円分しか残ってませんけども、ここにイーサリアムいただけてたんで、これがまたね、ボーナスみたいになってきましたね。ということで、いろんなウォレットにあるイーサリアムをかき集めて、まあ、ことに臨んでいただきたいかなと思います。もう一つ、ビットコインです。ビットコインもね、これね、1000万円はいくでしょうね、今年ね。 この上司だった。今760万とか出ましたからね。もう800万も手が届くところに行ってて。で、しかもこれが来年中には3000万くらいになるんじゃないかなと。4000万、3500万くらい。この伸びだと行きますね。あの、テクニカル的にはですよ。ただ、暗号通貨のテクニカルがどこまで通用するのかわかりません。まだファンダメンタルの要素が大きいんでね。どちらにしても事件です。今から仕込めというふうに私はとても言えませんけども。ただ、ビットコインも、 100万円になる前に仕込むように私がずっと放送してきましたけどもその時に本当に仕込んだ方は今ねウハウハ状態で決済するために利益が出るみたいなねで一気に決済すると税金が高いんでだいたい200万から300万円分ずつ1年に1回決済するスケジュールを立ててるんですけどもまあ他の所得もあるんでね合算になりますけどもそうなるとね必然的にビットコインがあの全部 市場に出出ることはない少しずつ出ていきますんでだから値段が上がることの、うん、下げ要素にはならないかなというふうに感じておりますけどもナミさんはどんな事件を感じておられるでしょうかそれではまた体の情報をいただければと思いますありがとうございました